で、そのロフマオがね、リハーサルしててさ、我々もさ、みんなで見に行ったわけですよ。ね、もうど真ん中で見てやったんでね。でも人もいなかったからさ、ね、君たちは声を出して応援できなかったけどね、私は声出したの。人がいなかったから、誰もいない。こんなに半径5メートル以内、10メートル、まあ、とりあえず人がいないんだったら、声出してもいいだろう、つって、ね。うわぁ！何？なんか、その時、お水とか飲んでたからさ、ちょっと水飲みなさい。何飲んでるの？教えて！水でーす！うわぁ！僕も飲める！ヤシロとかと一緒にはしゃぐっていうね。すげえ楽しいね。ライブで声出すのって、あんなに楽しいんだ。まあ、完全にちゃんとね、我々しかいないわけだから。ロフマンも返事してくれるから、まあ、すさまじく楽しかったんだけど、すごい、すごい立体感だ。客と会話してくれる。当たり前だけどね。そんで、みんながなんか、その注意書き読んでる時にね、ロフマオがね、なんか、これこれこういうのでね、責任を持ちませんみたいな時にね、ちゃちゃ入れてね、なんでだよ！すごい、その時、ね、フワがね、抜いて文字読んでたからね。みんなで、どうしたの？ 元気ないの？頑張って！ で、みんなでヤジ入れてるのね。フワがすごい元気よくね、突然読み出してね。これでいいのか？ これでいいか？ うわあ！本当。すいませんね、ロフマの皆さんね。疲れてるのにね。変な客来ちゃってね。